ちのお客様は右手奥にございます。入場ゲートまでお進みください。入場券をお持ちでない方は緑色看板が目印の当日券売り場でお買い求めいただきますようお願いいたします。またお子様連れのお客様はお子様から目を離さないようにお願いいたします。シャトルバスへご来場のお客様、ご来場ありがとうございます。こちらはタクシー乗り場となります。タクシー乗り場です。こちらはタクシー乗られる方以外はご通行いただけませんのでご了承ください。シャトルバス、タクシーをご利用の方以外はこちらご通行いただけません。よろしくお願いいたします。お天気に恵まれてよかったですね。そうですね、すごい快晴で、心配なのは表彰式の時だけですね。かなっていう感じですけども、はい、本当に。はい、回してみて。はい、どっかね。はい、どっちでも来て。はい、行くよ。さあ、どうも。はい、では家康くんの演奏です。楽しみお願いします。行くのじゃ。ラララララララン、ラララン、家康くん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 、ここじゃなくて、あ、ここじゃ、あ、こっちね、お願いしますよ、ちょっと、いろいろついてますけども、これ全部菊川の特産になるんですね。こうやって菊川の PR 頑張って特産いっぱいつけてるせいか、ちょっとパンツが重くて後ろがちょっと見えちゃってますね。お尻がちょっと見えちゃってるのも菊ののチャームポイントの一つです。
ありがとうございます。愛知県の設楽町からやってきました。私、設楽町の観光大使の原夏子と申します。よろしくお願いいたします。実はですね、ありがとうございます。実は私ね、今日もステージの上に立ってね、さらにいつもより顔がばっかりになってますよね。でも頑張れよね。はい、そんな設楽町の特産品は、よろしくお願いをします。ありがとうございます。
はい、高槻博槻です、ぜひ気をつけて。青鬼くんと青鬼くんのキャラクターです。高木はたっきと言います。高木はたっきです。よろしくお願いします。はい、どうぞ。お疲れ様です。ありがとうございます。じゃあ今日新幹線ご利用ですので2つですね。はい、はい、どうぞ。帰りなさいませ。ありがとうございます。